英語の先生太一の一週間お疲れ様ラジオ。こんにちは、英語の先生太一です。ふう、今週もお疲れ様でした。やっと花金になりましたね。楽しい週末を過ごしましょうね。この番組は教育事業に取り組む一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。こんにちは、英語の先生太一です。今週もお疲れ様でした。今日は One of my listeners told me, why don't you try this brand of clothing? 服のブランドを紹介してもらって着てみたらいい感じだったっていう話をしてみたいと思います。前の放送で何度かしてるんですけど、なんか自分に合うファッションブランドがないっていう悩みを話をしてたんですけど、まあそれを聞いたリスナーさんからですね、嬉しいお便りがありまして、田中さんこのブランド似合うと思いますよっていうのを教えてくれました。リスナーさんがいました。ありがとうございます。その番組が田村 D、 さすがですね、早いですね。第76回、6月16日にアップした分ですね。 Somebody please let me know which fashion brand suits me。 誰か私に合うファッションブランドを教えてくださいっていうテーマで話をしたんですけど、まあ、それを聞いてくださったリスナーさんから教えてもらえたという話です。なんかこういうやりとりが生まれたこと自体がまず嬉しいですね。僕はありがとうございます。で、そのブランドがですね、鳥取にも店舗があるということで、早速行ってみたんですよね。イオンモールに入ってるんですけど、そこに入ってるブランドで、岡山発かな？岡山発の日本ブランドでした。僕はそんなに服に、なんていうか、過激さとか、なんかそういうのは求めたりしてなくて、もうシンプル、ナチュラル、ベーシックで OK みたいな感じなんで、まあその好みに合うようなブランドを教えてもらえたんですけど、まあ早速行ってみたんですよね。そしたらもうデザインもシンプルで、で僕今36歳なんですけど、まあ、30代が来ても全然おかしくないような、むしろかっこいい感じのラインナップがたくさんあって、試着とかもしてみたんですけど、サイズ感もすごいいい感じだったんですよね。かつ値段もリーズナブルなんで、もう条件的にはもうバッチリ、もうバッチリっていう感じで、ああこんなブランドを求めてたっていうようなものを本当ドンピシャで教えてもらってたんですよね。いくつか試着をしてみたんですけど、もうちょうど良かったんで、もう買って帰って早速そのブランドを着ています。まあどんな服でもいいみたいなことは正直思ってたりしたんですけど、とはいえなんかちゃんと選んで着たい服を着れる時の心の安定感ってあるじゃないですか。この格好だったらどこ行っても恥ずかしくないなっていう、別に言い方をすると、なんか服のことを気にせずにどこでも行けるみたいな、なんか僕まあよくあったんですけど、なんかちょっとこの上と下の組み合わせおかしいかなみたいな、まあでも行けるかなみたいな感じで行った時に、なんか外に出るとやっぱ気になるんですよね、その服のセットアップが。いや、なんかあんまり良くないな、早く帰ろうかなみたいな、なんかネガティブな感じになることも結構あって、そういう時ってなんか余計ですよね。なんかそういう負の感情ってもう僕余計だと思ってて、もう服のことは気にしたくないんですよ。もう朝服を着る時にも全部その服の懸念点はもう全部置いておきたい、家に。なんでもう心が落ち着く服装で常にいたいっていうのを思ってるんですけど、今回教えてもらったブランドはもうまさにそれが実現できるブランドでした。そこのブランドの上と下を着とけば、もう一日服のことは考えなくていいみたいな。結構それ僕でかいので、すごいいいブランドを紹介してもらったなーって思ってます。ありがとうございます。お名前出したいくらいですね。ありがとうございます。今度またお礼させてください。あ、田村 D なんですか。田中さんに似合う服、かつ田中さんが実際に喜んでくれる服を選べる能力とセンスってすごいですね。その方にいつかこそ聞いてみたいですね。あー、これちょっと本人に伝えておきますね。言うなれば結構僕に近いところにいらっしゃる方なんですけどね。僕の身長とか体型とかもよくご存知だし、鳥取で買えるっていうその条件もクリアしてくださる方なんで、
まあ言うなればリスナーさんでもあり、近い方だったりするんですけど、実は田村 D も知ってますね。田村 D のことも知ってる方です。なんで全然もう紹介します。コツをちょっと聞いてきますね。またお伝えします。はい、ということで、まあ長年の懸念点だったその服っていうのも、まあ、しばらくはちょっと考えなくて良さそうなんで、だいぶ気が楽になりました。やっぱあれですね。なんか今回みたいにリスナーさんに教えてもらえるっていうのはすごいありがたいなと思ったし、こういうコミュニケーションができるっていうのはすごい嬉しいなと思ったんで、やっぱなんか困りごととか悩みとかは、まあ、ポッドキャストなんで全世界にオープンされてしまうんですけど、やっぱなんか言っていくことがいいなっていうふうに思いました。今回の件で。ああ、田村D なんですか。ファッションがよりかっこよくなって田中さんの生活が一新したことはありますか？まあでも一つはあれですよね。服に関する心配事がなくなったっていう、まあ荷が降りたっていうのはありますし、あんまりこういう感情にならなかったって言ったら嘘ですね。まあ時々、時たまあるんですけど、まあ、今回このブランドの服がいいなと思ったんで、じゃあ他にはないだろうかと、他に自分に合うブランドがあれば着てみたいみたいな、なんかそういう気持ちにはなりましたよね。なんか新しいなんか出会いを求めて自分に似合う服があるんだったら着てみたいなっていう。ただね、わがままなんですけど、そのブランドを見つけに行くっていう耐える記録はないんですよね。なんか教えてほしいですね、やっぱね。だいぶ受け身ですね、僕の服に関しては。まあ、あとあれか、一回でもいいんで、まあ、高級ブランドの服着てみたいなと思いますね。女性誌なんですけど、アンアンっていう雑誌あるじゃないですか。最近かな、僕ずっとバレーボールやってるんですけど、バレーボール日本代表の石川選手とラン選手が、表紙を飾ったっていう特別バージョンがあったんですよ。で、そのこと自体はインスタを見てて知ってたんですけど、やっぱそのアンアンの雑誌なんで、着てる服も高級なものが多くて、例えば、まあ、この時期なんで、もう、秋冬物かなだったんですけど、コートが十何万、二十何万とか、シャツが何万、パンツが何万とか、まあ、そんな感じで、まあ、通常の僕は到底手は出さない、まあ、ご縁のないブランドだったりするんですけど、なんかそういう高級ファッションに一回身を包んでみたいというのありますよね。なんか憧れとしてあります。それちょっといつかやってみたいですね。一日だけでもいいんで。ちょっと着てみたいです。あ、田村 D、紹介ありがとうございます。楽しみにしております。おそらくゲストで今まで出てくれた方ですよね。誰だろう、笑い。ちょっと、答えは今は言いませぬ。ちょっと、田村 D を泳がせて、ちょっと今後また正解言いますんで、楽しみにしててください。悩んどいてください。はい、ということで今日はですね、One of my listeners told me, why don't you try this brand of clothing? 服のブランドを紹介してもらって、着てみたらいい感じだったっていう話をしました。それでは